はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マーベリックチャンネルです。今日もね、お昼時のケチケチお昼パラダイスということでお届けしていきたいと思います。今日はですね、今日はと言いますか、ちょっとね、昨日の残りご飯ではないんですけども、前にちょっと残っていたものを冷凍してね、保存しておいたご飯ね、使って今温めましたけども、これを使って美味しいチャーハンをね、作っていきたいと思います。これね、非常に皆さん簡単ですから、もしねご興味ございましたらね、お試しになってみてください。これはですね、このおネギとで、この卵ね、これを使って作るチャーハンです。であとね、このレタスもね使います。レタスはね、こういうふうに適当にこうちぎってください。もうこれで OK です。まああんまりねこう細かくしなくても大丈夫ですけど、はい。でフライパンに油を垂らして少し熱します。で、あったかくなったら、卵ね、溶き卵、でおネギも入れます。おネギはね、みじん切りにしてくださいね。で、レタスもね、火も入れています。で、塩コショウね、ちょっと振ってください。そしたらここへご飯を投入します。はい、そしたらこのヘラですね、このヘラでね、これよくね、すべてをこう混ぜ合わせるような感じですね。簡単なんですけど非常に美味しいというね。で、ちょっとね、またご飯入れましたんで、ちょっとね、また塩コショウをね、僕はね、この塩コショウね、ブレンドされている塩コショウを使っています。まあ、本当にお安い普通の、ね、塩コショウです。それで今日はですね、そうですね、まああまりこう火力がね弱いと、やっぱりこうチャーハンっていうのは火力が勝負だって言われてますから、まあできるだけにこう強火で一気にね、炒めてしまった方が出来上がりが美味しいというね、そういう特徴ありますけれども、そちらですね、鶏ガラスープね、これをですね、少々ねパラパラと、はい、まあ少しですね、ほんの少し少々ね、まあできるだけこうご飯がねほぐれるようにパラパラになるような感じをイメージしながら、こうやって、混ぜ合わせていただけるようにね。で、だいぶね炒まってきたんで、実はねお醤油ねちょっと垂らしていきます。お醤油使います。で、お醤油はこのフライパンのねこう端っこにぐるーっとこう回すように入れてください。はい、これでね非常にこう全体にね均等に行き渡りますので、
っとヘタクソなんでね、鍋振りがね、鍋振りはね、あの自信のない方は無理して作らなくて大丈夫ですからね、あのこぼしちゃうとね、もったいないんで、あのその代わりこうやってしっかりあの、ま、混ぜ合わせるような感じでね、さらにこうご飯をね、ほがすような感じで、こうして炒めていただければね、いいかなと思います。はい、いい感じですね。ということで、はい、出来上がりました。取り付けていただきますね。はい、出来上がりました。フライパンからね、ちょっと今つばいの方にチャーハンを移動しました。でお皿に盛り付けていきたいと思います。はい、こんな感じです。はい、今日もね、非常にこう美味しそうなね、一品ができましたね。で今日は、スープはね、玉ねぎオニオンスープですね、美味しくいただいていきたいと思います。非常に簡単、材料もね、卵とおネギ、あとレタスがあればね、レタスを入れていただければシャキシャキ感がね出ますんでね、なければ、卵とおネギだけで大丈夫です。あとはね、お醤油で最後ね、味付けをするというポイントになりますので、あと塩コショウと、あと少しね、鶏ガラスープを少々加えるだけで、非常に美味しいね、チャーハンが出来上がりますのでね、まあ皆さんもぜひ、ご興味ございましたらね、お試しになってみてください。それではね、今日はこれで、ケチケチお昼パラダイスね、終了したいと思います。それでは今日もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。